さあ始まりました。私ニワトリの中身による新たな価値を教えてくれ実況のお時間です。今回もねやっていきましょう。前回はね黒板にファッキューのねファッキューについての誹謗中傷みたいなね紙が貼られてて、それがね主人公のせいだろうってねファッキューに言われてね罪をかぶせられましたね、疑われましたね。でそこからのまあね事件現場の調査みたいなね、今警察のねお姉さんとお兄さんがねプレイヤーになっていますけども、今から何をするかというと、このねアパレルショップで働いているバイトの方にねちょっと話を聞きましょうということですね。わざわざ足を運んでいただきありがとうございます。捜査一課の張宮です。篠崎です。いくつか質問をしてもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。これどっちなんですかね、まあ、名前からしてはね女性だと思うんですけど、あのシフト表からしたらね、なんかパッと見男の人にも見えないことがない外見ですね。まず店主の石田蓮さんについて何か変わったことなどはありませんでしたか。おとといですが何も変わった様子はありませんでした。彼女はあなたから見てどんな人でしたか。憧れの存在です。お客さんも蓮さんに会うだけのために来たりしている人もいました。いや服買ってけよってね。なので基本的に蓮さんは接客で、私が試着室やレジなどを。お一人でそこまで。ええ、 LH ケースはツーマンセルで回しています。おお、二人一組でね。そうですか。私からも一つ質問をしてもいいかしら。はい。石田蓮さんが特定の人物を LH ケースに招き入れたりしていたことはないかしら。私が知っている限りではなかったと思います。じゃあ恋人とかについては。それもないと思います。恋愛は嫌いだとおっしゃっていたので。恋愛は嫌い、わかったわ、ありがとう。では我々からの質問は以上です。また事情聴取のために署にお呼びするかもしれませんが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。はい、わかりました。大変ですね、関係者もね。じゃあそろそろ例のやつを見せてもらおうかしら。はい、こちらが今回事件現場に残されていた仮面とメモです。クランの駒は大罪より重い。あのクランの駒っていうのは、まあ前々回ぐらいのね回想で出てきた、なんか借金を返せるすごい価値のある、ね、ある人物にとっては価値のある駒みたいなね。次はコランの駒は大罪より重いですか。ちなみにこのクランというのは明治時代に活躍されていた駒職人だそうです。本名は永利クラン、作品にもよりますが400万で売られているものもあるそうです。すごいですね、実際にそんな価値のある駒があるんですかね。400万トカレフが可愛く見えてきたわ。ちなみにエイリクランと被害者の関わりは。今のところはまだ分かっていません。本人はすでに他界していますし、エイリクランの名は受け継がれていないそうです。そうなので。そうですか。第一の被害者の大空武史とのつながりは。先ほど調べた限りでは石田蓮との接点は見つかりませんでした。現状他人ですか。譲る、少し情報を整理してくるわ。はい、考えがまとまったら声をかけてください。はい、情報が更新されました。情報を整理する、インフォメーション、もう一気になんか情報増えましたね。前回と同じ仮面とクランの駒は大罪より重いと記されたメモ。エイリクランは駒職人で、作品によっては400万で売られる駒があるそうだ。駒、恐るべし。また今回も同じ仮面であることから、仮面は犯人を象徴するものであり、メモは前回の推理通りの意味合いで正しいと思う。まあそれぐらいですかね。はい、考えはまとまりましたか。はい。ええ、それで譲る、一つお願いしたいことがあるのだけれど。何でしょう。エイリクランの駒の所有者、
そして将棋関係者やコレクターなど、とにかく少しでも関係のありそうな人物が殺害された場合、仮に仮面やメモが置いていなくても私たちの方に連絡をよこすように伝えておいて。ああ、なんか将棋関係者って言われるとね、やっぱパッパが危ないんじゃないかと思いますけどね。あのメモはやはり事件に関係しているのですか？ええ、私の推理が正しければ。あのメモは次の被害者への宣戦布告よ。おう、じゃあ次はもうどうしよう、パッパ殺されたらちょっとね悲しいよね。あ、ファッキューだ、ファッキューしてんだ。もしもし、今事情聴取終わったの？あ、クロワさんですかね。うん、結構前に終わっていたわよ。レオが帰る時間に合わせたの。すごいドンピシャじゃん。それにしてもまさか学校を休ませられるとは思わなかったわ。サリならそれでも学校に行くと思った。最初は断ったのよ。でも早急にお願いしますっていろいろとまた聞かれて大変だったの。すごいね、事件翌日にも学校に行こうとするクロアさんのメンタル。そっか、お疲れ様。それで話したいことって？ああ、それが今日マフィアの家系だってことがバレたかもしれない。あれ本当だったのかよ。え、どうして？で、まあ、あの嫌がらせをねした犯人は普通に考えるとね、やっぱクロワさんのストーカーをしてるやつが妬みでね貼ったんじゃないかと思うんですけどね。俺について書かれた張り紙が教室に貼ってあったんだ。本当にごめん。俺、待って待って、私はレオを責める気なんて一切ないわよ。悪いのはそんなことを言いふらす人だもの。もしお母さんの耳に入ったとしても私はレオと別れる気はないわ。どうなろうとレオの味方よ。うん、なるほどね、バレたらさすがに別れさせられると。うん、ありがとう。サリならそう言ってくれると思ってた。ごめん、迎えが来たから切るね。うん、じゃあまたね。ということでやっぱ迎えというのは、さて行くか。なんか怖い人たちの送り迎え。あ、やっぱそうなんだ、黒塗りの車なんだ。ガチマフィアじゃん。お疲れ様です、ボス。ボスなの？高校生ボスの組織って大丈夫？まあ、若頭的なあれなのかな。サーニャ、その呼び方はやめろと何度も言っているだろう。やったぜサーニャちゃん。なぜです？ボスはボスじゃないですか。立ち絵があるぞサーニャちゃん。なんかサーニャちゃんの方が若く見えるけど車運転してるね。サーニャ・レイフィス、生足ですね。確かにそうだが、今まで通りにしてくれ。それにメイドがその言葉遣いはないだろう。ふふ、そうですね、わかりました。レオ様、時にレオ様、学校から電話が来ましたよ。そう、なんだって？同じクラスのことを言い合いになり、殴り合いにまで発展しそうになったと。あ、そうなの？そんな殺伐としてたの？それでしっかりと注意をしてほしいと言われました。面白い話ですよね。もともとは喧嘩が日常茶飯事だった私がレオ様に説教するだなんて。笑えないぞサーニャ。それは失礼いたしました。目的地まではどのくらいだ？3時間ほどです。遠いね。ニジとリラたちの方は ニジたちは運搬役のため先についているはずです。着くまでは自由にしていてください。お忘れになっていた手帳はそこに置いてあります。わかった。お、情報が更新されました。はいはい。アイテム、まあ携帯と手帳と。キャラクター、女の子が増えたぞ。サーニャ・レイフィス、元幹部であるビスタニア家のメイド。小さい頃にレオの父親に引き取られマフィアの一人となった。はい。インフォメーション、張り紙。自分がマフィアであると記された紙が貼られていた。きっと帰り道をつけられてバレたのだろう。これがサリの母親の耳に入ったらまずいな。ストーカー、
どうやらサリがストーカーの被害に遭っているらしい。警察もしっかりと対応してくれないみたいだし、俺がしっかりと守らなければ。もうこうなってくるとストーカーの命もちょっと危ないですよね。シリュウユーマ、まさか同じ学校にいるとは。いや、これは必然だったのかもしれない。あの時は思わず口が滑ってしまったが、今は目立つわけにはいかない。落ち着かなければ。クロはサリ、俺がマフィアと知っていても愛してくれる大事な彼女。プライドが高すぎてあまり相談をしてくれないのが傷だが、一生大事にしていきたいと思っている。ヒューヒュー。マフィア、父と母が去年事故に遭ったため必然的にボスが俺となってしまった。お父さんには悪いが、全てに肩がついたらマフィアは終わらせるつもりだ。ああ、まっとうにね、生きてクロワさんとね、一緒になろうとしてるんですね。そんなもんかな。さあ、これはまあパスワードわからないと。はい、セーブしてはい、レオ様、着きました。なんかすごいね、停車音がキュッてね、可愛かったね。さて、どこでしょう。ニジたちは予定通り現地に到着したみたいです。私たちも運搬に加担しに行きますか。何を運搬してるんですかね、これ。ああ、いくらなんでも拳銃100丁以上を4人で運ぶのは過酷だろうからな。ひえ、トカレフ。ああ、でも言ってたね、ソ連だもんね。ソ連の陸軍がどうのこうのだもんね、トカレフね。そうですね。ではこちらを、先日話した通り万が一の護身用としてお持ちください。トカレフ銃か。3日でよく同じものを作れたな。作ってんの。まあ、ニジは元職人ですからね。本物がいくつもあったので簡単だったそうですよ。ちなみに私は別のものを用意してもらいました。こんなに簡単に。おっと、なんだその銃は。知らないのですか。スペンサー騎兵銃ですよ。お、場違いすぎないか。そうですか。前に読んだフィクションではメイドが日本刀のついたスペンサー騎兵銃で奮闘していましたよ。そうなの。それに憧れて少し真似をしてみましたが、ダメですか。ダメとは言わないが、わきまえろ。失礼いたしました。よし、行くぞ。ひえー、トカレフ100丁をこの町にばらまこうというのか。これどこ行けんだ。こっちかな。お、なんか怪しげないのがいる。あ、これ全部トカレフ？めっちゃあるやん。この人誰？ニジ？お、ニジだ。ボス、お疲れ様です。ニジ、お前もか。何のことですか？いや、もう好きに呼んでくれ。お、注意。山は夜間の立ち入りは禁止です。お、初めてなんか、ね、調べられたね、ものが。え、何？なんか一瞬で終わった、今。なかなか重たいな。大変ですが山奥まで運びましょう。銃を山奥まで運ぶんですか。捨てんのかね。ああ。でもせっかく作ったんだからね、まあ捨てるってこともないでしょ。どうぞ、お疲れ様です。これどうやって運ぶんだろう。住めばいいのかな。ああ。お、いっぱいある、まだある。あとは待つだけですね。ああ。取引の場所なんですかね、ここ。お、ニジと、もう一人、いますね。来たな。誰や、お前。もっといい場所はなかったのか。すみません。我々には財力がないもので、ご足労いただき、感謝します。まあ、私の都合で場所を変更したのだから、文句を言う筋合いはないな。それじゃあ早速だが始めるとしよう。ええ、何を。サーニャ、わかりました。中身の確認ですか。それでは。取引を始めましょう。第三章巻。すごいね、100兆買い取るってね。よっぽどの組織なんですかね。セーブして、今回はこの辺でやめておきましょう。
まあ、次回はどうなんだろうな、まあ、3章が終わったんでね、3章が終わったということは次また負の花4になって、まあ、過去話がちょろっと入るのかな。で消失ですからね、第4章はなんか消えるんですかね。はい、そんな感じです。それではまた次回、バイバーイ。にわっ